す。だからの、あ、富士、富士、からの、富士、正月は愛知富士、二富士、三富士、よろしくお願いします。どうぞ。森脇です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、初対面でありがとうございます。いや、とんでもない。とんでもございません。まあ、でも、ゲームとかお好きでらっしゃる。もう大好きですよ。うん、はい、僕好きです、好きです、ゲーム。こちら、ちなみにこのガンダムなんですけど、はい、思い入れの方は、いや、ガンダム自体はめちゃくちゃ思い出ありますよ。これね、すごい僕ね、小1ぐらいの時にやりまくったやつなんですよ。はい、ただこれでも、うん、ガンダムとドムで戦い、先にホワイトベースについた方がいいんですよ。なるほど。でも爆発とかもありますし、はいはいはい、ドムに攻撃されるとかもありますし。なるほどね。あ、そういうゲームなんですね。で、今日なんですけど、はい、まあ、初対面ながら、はい、こちらのゲームで勝負を出していただこうかなと思って。やりましょう。はい、でね、やっぱり勝負といえば、はい、罰ゲームを設けたいんですけど、そうですね、まあ、このゲームして、はい、ルールをまず決めましょう。はい、まずこれホワイトベースにつければゴールなんですよ。はい、これを3回ずつやって、3回ずつ、はい、どちらが先にとか多くつけるか、はい、仮にまあ両方ともつけなかったらサドンですと。なるほど、先についた方が勝ちと。サドンですね、高橋さんですね、はい、で罰ゲームなんですけども、はい、じゃあ僕が仮に勝ったならば、はい、森脇さんに、はい、この藤田 T シャツをお渡しするんで、はい、森脇 TV の方で、はい、着ていただけたらなぁなんて。いいですよ。、はい、結構ちょっと考えたぐらいでいいんですね。もう全然大丈夫です、はい、ありがとうございます。最近結構自宅で撮影とかしてるんで、うんうん、その時にもう全然着れる。上に羽織っちゃダメですからね。わかりました、わかりました、大丈夫です、で大丈夫です。まあ、結構なことをね、約束してくれたんで、はい、僕が負けた時、はい、これはですね、もう何食言うんですか。森脇さんを僕の自宅に招待し、はい、最高のおもてなしで、もてなし、最高のお土産を渡してお帰りいただきます。いや、そこ知りたいところですけどね、その何お土産何かっていうのが。まあ、でもそれはお楽しみ。はい、まあ、家来れると思ったら楽しみじゃないですか。僕はもてなす、まあ、確かに家はね。あ、わかります、わかります、見たことありますもん。ありがとうございます。今はどういう状態なんですか。結構片付いてる状態なんですか。いや、現状維持で。現状維持で、はい、スーッとあそこまで行きます、うん、奥まで行ける状態ですか。まあ、村木さんの体験だったらスッと行けると思いますね。なるほど。ただ僕、前猫はあそこで飼ってたんですけど。猫に同情するわ。廊下で猫とすれ違えないんですよ、あんな苦手なっていうね、廊下ですけど、ね、頭さえ通れば、そう、どこでも通るっていうのに猫は。っちゃくぐれないですかね、ここ上げたくないと。まあまあ、でも行ってみたいんで。じゃあ、わかりました。はい、ありがとうございます、はい、お土産も楽しみですし、ね。はい、どっちになっても僕がね、得ないような気もしないかもないんですけど、はい、まあまあ、ということで、じゃあ、3回ということで、はい、60円ですかね。1回20円。はい、あ、なるほど。まあ、ベッドによってすごい、ね、おつっていうか掛け率になってくるんですけど、とりあえずマイペースにつくことを優先ということで。わかりました。じゃあ一応まあ先行僕でいいですかね。はい、全然。そんなもんだって運ですもんね、うん、まあまあそう言うんですよみんな。いや絶対運でしょ、こんなの。ただ僕ね、小学校に以来1回もやってないんで。あ、経験者なんですね、一応。いや、もう死のでやりました、当時。これなんですか、うん、スタート、ストップを押せばいいですね。そうですね、はい、そこでこのルーレットを回しみたいな。わかりました。それじゃ行かせていただきます。はい、これね、ほんと懐かしくて涙が出ちゃうかもしれない。あ、ほんとですか。そんなにだだだって結構お金つぎ込んだ当時にしたら。そうですね、いきますよ。おいっす。うん、これいいっすね。おー、ちょっと聞きますか。あ、これね、はい、で、このルーレット回ってるんで、はい、ちょっと待って、こんな早く決めなきゃいけないの。いや、今1まで行きましたよ。行きましたね。はい、あ、いいっすね。これ結構早いですね。ちょスタートに戻りましたよ。これはどうなるの。あ、まだできますね。あ、ですね、はい。あ、結構早めに止めないとダメです、これ。なるほど。スタートしたら、お、あ、やばいって、危ない危ない。これね、攻撃されてもダメなんで、同じとこにいた、同じ時間。なるほど。このドムのマークのとこだと、ドムが動く。そう。で、まあ、これはドムの攻撃、こっちはガンダムの攻撃だからね。え、やばいんだ。これ、アウト。あ、いいのこれ。あ、まあ、いいですね、いいですね。スタートでマイナス出ても、まだいいと。おっと。めっちゃリードされてますよ。まあ、ただね、これ、ここに来れば、ドム攻撃できますから。なるほど。お、で、で、いいじゃないですか。おお、いいじゃないですか。おお、でも次1出したりすると負けるんで。ああ、そうだ。おお、いいじゃないですか。抜けましたよ。おお、
はい、大丈夫です。お攻撃をするとドムは戻りますよ、うん、おいいんじゃないですか。あ、やばい、あ、大丈夫、ここ爆発ですから。あー、そこでやばいですね。で、次3が出ればいいですね。3、あ、そうですね、うん、2はダメと。いや、まあ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 、僕これになってますから。なるほど、なるほど。まあ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 やばいじゃないですか。やばいじゃないですか。いや、やばい。まあまあまあ、3が出ると爆発か。今度じゃあ2狙いましょう。まあまあ、うん、狙い通り。おで、今度こう狙えばゴールですわ。やばいやばい、やばい。あーあーあ、ゴールされたってことだ。攻撃されて危な、いきなりやられるとこだった。なかなかむずいですね。むずいけどうまかったですね、やっぱね。いや、うまいっす。結構20円で遊べるんですね、これ。これやっぱ熱かったっす、当時。あー、そう、こんな、あ、じゃあ自分が、うん、はい、はい、まず1回目です。やっぱね、目押し、この早いルート目押しできるかどうか。1回目ちょっとね、じらーん、うん、まだ怒りに燃える。あーあ、しゃ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 、今、今、今、はいはい、ねえ、しゃ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 、やべ、これで2出すとアウトってことですね、うん、ドンの2を出すと、はい、出すですね。うん、まあ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 、スタートして持ってるから大丈夫なんだ。どうなっていくんでしょうか。よし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 、セーフゾーン、セーフゾーン。6までワープ。おー、これで次、おお、次3ダスト爆発ですから気をつけてください。3ダスト爆発、爆発だろうね。2で刻んでいいのかな。まあ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 、怖い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 。おお、刻んだよ、刻んだよ。よしよしよし、2でゴール。これ3出たら戻るんだっけな、どうなんだろう。これもドムス、あーいいね。で、顔倒せるんで、これ大丈夫です。まあまあ大丈夫です。あ、ドム3で負けっすからね。うん、おお、危ない。ガンダム2で勝ちですね。ガンダム2で、まあ、おお、怖い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 。3は出しちゃいけないですね。1、2で刻むんだ。1、2、3でゴールなんですか。あ、そう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 、3でゴールか。あー、おっしゃー。うそ、一発で、初めてなのに。初めてなのに。え、これ何。あ、これで投入枚数かける何枚が出るかって話です。ここは選べないのかな。あ、選べないのか。え、おー、握力出ましたよ。12枚マックスですよね、これね。そうですね。じゃあ、はい、行かせていただきます。狙い通り。次2ですね。すげえ、どうなるや。今、惜しかったですよね。惜しかった、惜しかった。次3は3人とか、こうですね。全然どうなるや。次3でダメか、こっちですね、今度。うまいっすよね、うまいっすよね、ガンダムしか引かないっていう、このまさ、うん、すごい。お肉
ません、ちょっとね、目押しの鬼が出ちゃいました。すいません、なんか、これでもさっきもらったやつは6倍ですからね、マックス6倍。これはまあ、なるほど、そういうことか。2倍ですわ。2倍ですね。で、森内さんがこれ、ゴールしていただかないと。そっか、わかんですよ。さらに並べ込んでくる仕様になってますわ。もうこの枚数勝負にしたらいいじゃないですか、もうその場合は。これ森内さんやっぱ持ってる方なんで、ここをスッとゴールして。やべ。そしたら先行有利になっちゃうからそこはやるんですね。そうそうそう、そこはサドンです。でも僕上手くなってるじゃないですか。上手くなってもうガンダムしかいかないぐらいな当時のね記憶が記憶が今ちょっと押されちゃった。やばいな、これね。まあ何かしらここで差を出せばいいわけですよね。そうか、よいしょよいしょ、狙い撃ち。なるほど。いやいや、もうこれもうとうとう追い詰めましたよ私。お、追い詰められた。よし、じゃあ行きますよ。うん、危ね。ドム3でも負けですね、これ。いい勝負。え？あ、ギリ。あ、やった。あー、負けた。ドームに破壊されました。やりました。やった。はい。やりました。負けました。やっぱ経験の差が出ましたね。そうですね。最初ね、僕押されてたんですけどね。はい。いやー、やっぱ運だけじゃどうにもならなかったですね。やっぱ思い入れがありますから。まあまあそうですね。その分、はい、やっぱ、うん、強かったです。じゃあ森脇さんね、この T シャツ差し上げますんで。わかりました。じゃあ森脇 TV で、はい、はい、いつかちょっといつになるかわかんないですけど、まだ、結構現実を申してるっけ。はい、結構もう取りだめしてて、はいはいはい、その順番が回ってくるのがちょっといつになるかわかんないですけど、まあまあまあ、はい、うん、あと20本ぐらい取りだめしてるから。じゃあいきますよ。こっちが出てきた。あ、そうですね。そこからじゃあ、はい。長くないですかこれ。いや、これでもう勝ちの方が